ヒップガールズヒップ女子ファイナル生放送木村カエラが語る愛を持って送り出せれば、日本のエンターテインメントシーンを席巻するサバイバルオーディション番組、プロデュース101ジャパンザガールズが待望のファイナルバトルに突入します。視聴者による国民投票で選ばれる11人のデビューメンバーが、木村カエラが国民プロデューサー代表としてマックを務める生放送で決定されます。 今回の記事では番組の概要、ファイナルバトルの見どころ、そして木村カエラのコメントに焦点を当てながら新たなガールズグループの誕生を探ります。本番組の特徴と歴史、プロデュース101ジャパンザガールズは日本初の国民プロデューサーによるサバイバルオーディション番組としてシーズン3に突入しました。 シリーズ初のガールズグループを輩出する今回のシーズンでは、過去最大規模の制作が行われ、全国各地から1万4千人以上の練習生が集まりました。これまでのシーズン1、2019年とシーズン2、2021年では、国民プロデューサーによって選ばれたグループが、上一、JO1 と、ビニー、INI、N I として成功を収め、グローバルで活躍しています。ファイナルバトルの激闘。本番組では過去最多の応募数から選ばれた20人の練習生たちが様々なミッションに挑戦し、ファイナルバトルに進出しました。16日の生放送では、2つのチームに分かれてオリジナル課題曲、チョピーチョピー、と、想像以上、お披露します。 これまでの厳しい練習と競争の末に迎えるこのステージは彼らの集大成となります。さらに生放送中に行われる国民投票では通常の2倍のポイントが与えられ視聴者は11人のデビューメンバーを選ぶことができます。木村カエラの役割。 国民プロデューサー代表としてマックを務める木村カエラは約半年間に渡り練習生たちを近くで見守ってきました。彼女はファイナルに臨む練習生たちに対して愛を持って送り出せればと語っています。木村カエラの存在は番組において練習生たちに寄り添い彼らを成功へと導く上で欠かせないものとなっています。トレーナー陣のサポート ファイナルバトルに向けて練習生たちを指導してきたトレーナー陣も注目の存在です。青山テルマ、日本儀、健三390、中曽根里のユーミキーが厳しくも愛情を持って練習生たちを見守ります。彼らのサポートがファイナルステージでの練習生たちのパフォーマンスにどのような影響を与えるのか期待が高まります。国民プロデューサーの選択。 国民プロデューサーたちが選ぶ11人のデビューメンバーには番組を通じて成長し視聴者の心をつかんだ者たちが選ばれることでしょう。彼らが手にするデビューの夢はファンと共に歩む新たな冒険の始まりとなります。プロデュース101ジャパンザガールズのファイナルバトルは練習生たちの苦難と努力の集大成として期待されています。 木村カエラの言葉からも伝わるように、彼女とトレーナー陣、そして国民プロデューサーたちが共に作り上げる感動の瞬間が視聴者を待ち受けています。デビューメンバーの発表とともに新たなガールズグループの誕生を祝福し、彼らがこれからのエンターテインメントシーンで輝くことを期待しています。